はい、皆さんこんにちは、タイプリーです。というわけで今回はじゃん、こちら ASUS の ZenFone10、 こちらの使用感レビュー成功と思います。1週間ぐらい使ってきたんで、この ZenFone10 がどんな感じのスマホになったのかっていうのを紐解いていこうと思います。果たして僕のために作られたスマートフォンである ZenFone10、 一体どのような感じになるのか。まあ僕のために作られたとは言っても、僕のために作られたようなスマホって言っただけですからね。というわけで、まずはサイズ感を見ていこうということで、今回はこちら、Xperia の 5Mark5、 こちらを用意しましたので比較してみます。サイズ的にはこんな感じですね。横幅がほぼ変わらなくて、縦幅が違いますね。この縦幅の違いって実はこれ小さいように見えて結構大きくて、あと、ZenFone10 は 170g 台なんですけど、Xperia の 5Mark5 は 180g 台であるんですよ。なので、そう考えると、取り回しがいいのはやっぱりこちら、ZenFone10 かなと思います。この取り回しの良さっていうのは、やっぱり ZenFone10 素晴らしいなっていうふうに思っていて、確かにちょっと厚みは気になるんですけど、まあでもそれも使い慣れてしまえばそんなに気になることでもないんで、Xperia の 5Mark5 もちょっと厚みあるし、縦長だったし、そういうと比べると、より取り回しをしやすいスマートフォンかなっていう感じがします。というわけで、それではまずは指紋認証速度を見ていきましょうか。指紋認証はこちら、側面指紋認証です。これが世界最強です。テストに出るんで、皆さんよろしくお願いします。なかなか早いですよね。ただし、こちらの ZenFone10 も、僕の指ってちょっと湿っぽいんですよね。湿っぽいので、Xperia 5Mark5 と同様、汚れた判定になってしまって、で、それで認証できないっていう時がたまにあります。ただし、Xperia 5Mark5 ほどその頻度高くないので、Xperia 5Mark5 と比べると、明らかにこちらの方が指紋認証の速度いいかなっていう感じがします。そしてこちら、顔認証を搭載してるんですよ。こう、顔を持ち上げて、このように一瞬で顔認証してくれます。この辺も素晴らしいですよね。では続いてはリフレッシュレートを見ていこうと思います。ディスプレイのリフレッシュレートを自動から 120Hz に変更します。変更した上で、こちら、Xperia の 5Mark5 と比較していこうと思います。どうですかね？Xperia の 5Mark5 と比較すると、Xperia の 5Mark5 も 120Hz なんで、正直違いわからないと思います。どっちもヌルヌルです。で、安定性なんですけど、ZenFone10 は基本的にリフレッシュレートが落ちることはあんまりありません。Xperia 5Mark5 だと落ちることがたまにあるので、そう考えると ZenFone10 の方がディスプレイのリフレッシュレートが安定するかなっていう印象があります。では続いてはカメラについて見ていきましょう。カメラ UI はこんな感じになっていて、シンプルです。ザ・シンプルって感じ。で、ここに4対3と16対9っていう感じで切り替えができます。僕は普段4対3でいつも撮ります。で、この上のボタンを押すと、このように設定が出てきますね。フラッシュのオンオフ、比率の変更、HDR の変更、という感じでできるようになっています。で、ここに Google レンズのボタンとか、いろいろありますね。モードに関しては、ポートレート、パノラマ、ライトトレイルっていう特殊なモードがありまして、このライトトレイルというモードを使うと、覚えてますかね？以前過去に、Xiaomi の 11T Pro をレビューしたことがあるんですけど、iPhone 13 mini と比較してレビューしたことがあるんですけど、それと同じような感じ。様々な特殊効果をつけることができます。で、こちら側に行くと、動画、タイムラプス、スローモーションと、そういう風に達成ができます。やっぱり、ZenFone10 といえば動画ですよね。動画がすごい特徴的なスマートフォンなので、これフル HD の 60fps。で、最後、手ブレ補正というところですね。ここに説明書きがある通り、スマートフォンのブレの状態をリアルタイムで検知して、画面がズームイン及びズームアウトして最適な価格を自動調整してますということで、そういう風にすることで、手ブレをより抑えることができると。それさらにわかりますかね？すごいわかりにくいんですけど、カメラレンズ動いてるんですよ。こうしていらしてみると。すごくわかりにくいんですけど、カメラレンズが揺れてるのがわかりますかね。とにかくこのスマートフォンは手ブレ補正がすごいんで、その手ブレ補正の実力というのも今から見ていこうと思います。ちなみに、動画撮影中に、光学レンズ切り替えができます。シャッター音はこんな感じです。
それではゆっくりより写真の比較をしていこうと思います。今回は全フォンテント Xperia の 5Mark5 を2種類で撮ってきました。まずは普通の写真、こちらどうですかね。ここまで来ると正直好みの問題になってくると思うんですけど、どっちも画素数高いしね。ただどっちかというと全フォンテントは明るめに写ってるんですよ。これが本当にどっちの方が好みかと言われると、正直僕は普通のカメラのレフのように撮れてる Xperia の 5Mark5 の方が好みですかね。これに関しては正直本当に好みなんで、人によって変わってくると思います。そしてその傾向は超広角レンズでも顕著でして、超広角レンズでもこんな感じになっています。この超広角はね、全フォンテントの超広角レンズって正直性能あまり良くないんで、どんなものなのかなっていうふうに思ってたんですけど、Xperia の 5Mark5 と比較しても普通に戦えてますね。まあそりゃ、値段が大体同じぐらいのスマホだからね。全フォンテントも、なんだかんだ10万円ぐらいするからね。そして拡大してみるとこんな感じです。拡大してみると、これは Xperia の方がいいですね。Xperia の方が最大拡大率が低くて、Xperia が6倍、全フォンテントが8倍になっているんですけれども、Xperia の方が綺麗に撮影できています。全フォンテントの方はちょっともう、デザインノイズが入っちゃってるんで、ちょっとここ気になるところですかね。ズーム性能は全フォンテント弱いです。続いては夜景です。夜景に関しても、これは正直好みの問題です。本当に好みの問題。どっちも綺麗に撮れてる。拡大してみるとちょっと違いがありまして、Xperia と全フォンテントどっちの方がいいかなっていう話なんですけど、ここまで来ると本当に好みなんですよ。僕は自然に表現できて Xperia の方が好きですかね。まあ、ということで、写真に関しては、どっちかというと Xperia の方が僅差でいいかなっていう感じで、でもまあ、ほとんど変わらないかなっていう感じですかね。続いては動画です。まずは Xperia の 5Mark5 から。Xperia の 5Mark5 は、Xperia としては結構珍しく、動画の性能が改善されてるんですよ。なので、この通り綺麗に撮れると、まあ本当に問題ないですよね。手ブレ補正もまあまあしっかり効いていて、まあ本当に問題ないです。で、こっからですよ。すごいのが全フォンテン。こちら、すごくないですかこれ。手ブレが全くしてないんですよ。さすが全フォンテン。6軸ジンバルなんちゃらを搭載されてるだけのことはありますよ。動画の性能に関しても、Xperia よりもちょっと明るく撮れてますけど、ここまで来ると好みの問題なんで、こちらにせよ動画は綺麗に撮れるというか感じですね。で、その上でさらに手ブレ補正が強いということを考えると、動画は完全に全フォンテンの勝利ですね。やっぱりね、この手ブレ補正の強さには勝てん、どのスマホも。正直 iPhone 13 mini でも勝てないんじゃないかなっていうふうに思う。続いては音質の比較をしていこうと思います。では続いてはゲームです。ゲームは今回も原神をやっていきます。ちょっとお試しにやるっていう程度なので、まあ、というのも、もう僕全然ゲームやらないんですよ。あんまりゲームやるわけじゃないんで、まあ、なんで、ちょっとこんな感じになってますけど、普通に動かす分には全く問題ないです。ちなみに全部最高設定です。本当に問題ないですよね。ここまで普通に動くのであれば問題ないです。もうさっきから問題ないしか言ってないからだけど、大丈夫だ。問題ない。まあ、っていうのはどうでもいいとして、魔物が出てきても行動で普通にスムーズに動いてます。これね、Xperia の 5Mark5 よりも安定性が良くて、Xperia の 5Mark5 と比べると、リフレッシュレートが落ちることが少ないんですよ。
それは本当にすごいなって思ったところで、さすがゲーミングスマートフォンを作ってる ASUS ですね。この辺のチューニングはエクスペリアよりも跳ねたもの、この辺さすがだなっていうふうに思いました。でちょっとしかやってないので発熱に関しては正直わかんないんですけれども、まあ発熱はします。これだけ広大な強大ななんで発熱はするんで、ちょっとその点はご注意ください。ただし性能の安定性が結構高いんで、ゲームするスマホとしても結構なかなかいいんじゃないでしょうか。まあただゲームするには画面が小さすぎるんで、もっと快適にゲームしたいのであれば全部オンデンじゃなくてでゲーミングスマホを買いましょう。続いてはバッテリーについて見ていこうと思います。バッテリーはね、まあまあ持つっていう感じです。 Xperia の 5 Mark 5と比較すると、仕事で使ってる時に合間で、ね、使ったりとかすると普通に 40% ぐらいまで減るんですよ、全本店。これが Xperia の 5 Mark 5だと大体 60% ぐらいまで減るぐらいなので、そう考えると Xperia の 5 Mark 5の方が電池持ちはいいかなっていう印象です。まあ、こればかりは仕方ないですよね。またそれ以外にも結構細かい設定ができまして、例えばディスプレイからこのステータスバーのアイコン管理っていうところがあるんですけども、これを見ると例えば通信速度とか他にもリフレッシュレートとか、例えばボルテージとか、そういうものの表示の設定ができるんですよね。そんな感じで結構ね、ゼンフォン10ってこれ以外にもいろいろと細かく設定ができるんですよ。この細かく設定でできるっていうのが僕にとっては結構好みでいいんですけれども、スマホを直感的に使いたいっていう人にとっては正直いらない機能かなっていうふうに思うんで、ここまで細かく設定できるのはね、正直いらない機能かなっていうふうにも思うんで、その辺はちょっとどうかなっていう感じはしますね。なので全フォン10を総評すると、僕にとっては最高のスマホ、ただし人におすすめにできるかと言われるとちょっと微妙かもしれないっていうのが僕の評価ですかね。はい。というわけで今回は、全フォン10の使用感レビューでございました。全フォン10をいろいろと見ていったんですけれども、僕にとっては本当に最高のスマホです。かなり気に入りました。これからは仕事用のメイン機としてガンガン使っていこうと思います。ちなみに、僕普段ケースつけて運用してるんですけれども、今回は使用感レビューということでケースを外してやってみました。まあ、ということで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回に。